はい、来た。もう絶対大丈夫。もう更新したから。はい、おはようございます。もう大丈夫でしょ。はい、10時10分ぐらいですか。はいはい、10時10分。はい。来た。なにこれ。かねてよりたぬき開発は、島周辺の海の安全性について調査していたのですが、ようやく安全の確認、あ、そうなの。安全の確認、そうなの。どうやって確認したんだろうね。うん。海での遊泳が解禁され、え、遊泳って泳げんの？水質もバッチリ綺麗です。本当か？本当か？海潜る。え、マジで？ただし安全のために泳ぐときは必ずマリンスーツ持ってないっすよ、そんなの。ああ。お店やカタログショップで販売されて、お店で買えるんだ。え、ベルないかもしんない。楽しい遊泳ライフ思い切り、あ、マジで泳げんの？わかりました。はい。あ、じゃあ泳げるって、真冬だぞ。南半球は今真冬だぞ。大丈夫なの？死ぬんじゃないか。凍死する。この状態の海に入んの？え、マリンスーツってなくない？え、マリンス、ね、ま、待ってね、マリンスーツ、ここか？こっちか。ここ、こうしかないよね、もう。こ、見落としてんのはここぐらいしかないんだよな。マリンスーツを探して、あ、おしゃれななんか網があんのね。まあ、マリンスーツ今は。ま、あ、これじゃないか。あ、あったあった、ボーダーのマリンスーツ。あ、ダッセー！ダッセーな、これ。もっとなんか一色のさ、なんか黒とかネイビーの一色とかじゃないの、これ。なにこれ？囚人服じゃん、こんなの。え、なに？海で泳ぐときの注意点についてご説明させていただきます。あ、お願いします。はい。海に入られるとき、あらかじめボーダーのマリンスーツなど、マリンスーツに着替えるよう。あ、まあ、いろんな柄があるんだな、じゃあ。マリンスーツを着ていれば、浜辺や岩場などから A で海に入ることは、A でって言うなって。A で海に入ることはできます。はいはいはい。海では A で泳げ。海の中に影を見つけたら Y で潜ってそのまま泳ぎながら追いかけてみてください。影に追いついて捕まえることができたら海の幸が取れるのだそうです。そっか、Y 押せば取れるんだ。はい、わかりました。3000ベル、わかりました。払うよ。買いますよ。海ってどのくらいの領域まで行けんの？めちゃくちゃなんかもう未知の領域まで行けんのかな？ちょっととりあえずここでやってみるか。お、もう魚すでにいるもんね。で、着替えると。モッズコートじゃねえわ。これ、これだ。ボーダーのマリンスーツ。あ、いえ、え、この状態でいけるのかな？え、シュノーケルつけなきゃダメとかある。あー、ちょ、待って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 、落ち着け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 、一回持ってて。おい、いいのか？シュノーケルつけないでいいのか？シュノー、思ったより、思ったより動きがなんか重いな。シュノーケルつけ、あー、ぽい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 。ただね、うん、こっちの方がいいわ。結局こっちに戻すっていう。よし。参りましょう。これで何？え、A をして、これダッシュとかできないのかな？おっせ遅すぎないか、ちょっと。え、おっそ、え、このす、あ、あ、そういうことは A か。びっくりした。あ、なるほどね。あー、基本連打かな？連打でいいかな。え、どこまでいけるのかな？ちょっとどこまでいけるか、ちょっとやってみようか。あ、すげえ。あ、なるほどね。ここでもう、はいはい、ここまでですよって、安全なところはここまでですよって、ちゃんとあるんだ。え、これで何？影があれば？普通常の魚じゃないよね。多分さっきいたこの通常の魚の影。え、これも捕まえられんの？海の幸。あ、いなくなってんだけど。いたいたいた。これのことかな？でもこれ通常の釣りの魚、逃げんなって。この状態でさ、この状態で写真撮れんのかな？ちょっと待って。溺れてる人みたい。この状態で写真撮れんのかな？ちょっと、ずっと。海の中でスマホ見てる。な、普通、もう、もうさ、防水だったとしても水の上に出さないスマホって、もう完全に水の中で操作しようとしてんじゃん。もうこれでカメラ、あ、できんね。カメラ、あ、もう、溺れてる。よし、泳ぐぞ。あ、いいね。こう、お、何？あ、な、な、何ってこれ飛行場の飛行機か。いや、なんか新鮮だね。新しいところまで行ける感じが。え？これ影ではないけど、なんかブクブクが見えるぞ。ここで潜れってことか。ちょ、待って待って待って。待って、ここで Y を押すと。はいはいはい。これか、影って。あ、なんだ、なんだ。なんか撮った。わかんないけど、なんか撮った。何これ、何これ。イソギンチャクを撮った。は、触手にちょっと毒がある。ポケット入れんなって、それを。え、住民泳いでないから、ちょっと海の中でさ、住民と、お、なんだ。白い、なんかここ怪しくないか。この泡ブク出てるとこ怪しいよね。このブクブクが出てるとこ非常に怪しい。いたぞ。で、これで近づけばいいのか。で、おりゃ、いいぞ、いいぞ。これ何？これ何？これ。これ、うわ、気持ち悪い。ナマコでしょ、これ。キモい、もう。わ、
でかい、でかい魚いる、でかい。ああいうのは無理なんだよね。通常の魚はおそらく普通に逃げちゃうから、逃げちゃうから多分無理なんだよね。ここで潜って、潜って魚は無理だ。ここもなんかいるな。なんかレアな海のさ、何があるのか全然わかんないからね。ここだな。よし、いました、いました。逃げる、逃げる、逃げる、めっちゃ逃げる。逃げるとこあんだ。何これ。おー、すげえ、タコ？あ、タコ取れんの？お、なんで素手どうやって取ってんだよ。いや、なんか無人島生活のね、あの、浜口勝大先生も森でこうタコとか取ってたけど、うん、素手で悠々取ったでしょ、今。おそらくまだ取れてない海の幸がいるはずだから。まだ取れてない。これなんか微妙に泡が弱いけど泡深くあるね。これなんだろう。泡が弱めの、これだな。これじゃないか。さあ、捉えろ。よしよし、なんだこれは。これだって今までないんじゃないの。何これ、人手か。人手マンか。ここ潜ってみようか。よいしょ。ほっよっ、甘さん参ります。よし、甘さん、甘さんいけ、甘さん、うわ、タコ取った。うわ、甘さん。なんで素手で取れんだよ。あ、弱めの甘く、これ人手っぽいな。これは人手っぽいな。弱めだもんね。今までの経験から言えば人手ですよ、これは。さあ、甘さんは何を取った？なんでこれ。え、何これ、牡蠣？かけ、オイスターってなんかかっこよく言うなって。なんでかっこよく言ったのそれ。まだ出会ってない海底に住む魔物いるんじゃないか。これはちょっと弱めだね。人手か、ん、逃げたか。あ、逃げてないか。これ何、人手か、オイスターでしょ、オイスター。これ何、何これ。は、何これ。ウミウシ、へえ、こんなの取れんだ。いや、まさかね、これだけじゃないでしょ。ま、お、激しい泡。これは激しい泡、参ります。これはもうボス来たかもしんない。これボス、ボス、主来たかもしんない。うわー、な、え、なに、なにこれ、なにこれ、ブロンドのカツラ、なにこれ、わか、え、わかめに見えなかった。確かにね、こう、茹でる前というかね、こんな色してるわ。お、開けるのか。開け、食べた食べた今開けたやつだろ、それ。今開けたやつを多分もうすぐ食べるじゃん。お、ラコスでいたのか、最初から周り泳いでたか、全然気づかなかったけど、いなかったよね。急に出てきてからマジびっくりした。なんかディグダみたいに出てきたよ、もう。これラコスケはさ、ずっと泳いでるか、君。ずっと周り泳いでんのかね、ラコスケ。待ってくれ、ラコスケ、ラコスケラコスケ、どうやってこの網の中と外側を行き来してんだ、君は。ラコスケ、ラコスケ、真珠がレアということなんで、真珠出るまでちょっと終われないっすね、じゃあね。真珠を取るまで終われません。貝から出てくんじゃないか、これ。だから貝を拾え。多分真珠生身で落ちてるってことないと思うから、貝を拾えばいいんだな。これは、はっ、参ります。どこだ、よし、オッケー、甘さんゲット。これな、これ来るんじゃないか。おホタテ取ったぞ、ラコスケ、貝柱だ、ラコスケ、ラコスケ、ラコスケ、もういいんだな。満足だよ、みたいに言ってたもんね。もう一回飛び込むか。ほっ、どー、すげえ普通に砂浜と同じようにシュッて入ってくるのかと思ったら、めちゃくちゃ元気に飛び込んでったな。ほっ、いや、真珠出ないよね、こんな。もう、真珠、ほん、あ、待ちなさい、待ちなさい。さあ、これは、あ、これ来るんじゃないの、これ、中から真珠こんにちはじゃないの。アコヤガイ、ほら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 、真珠を作る貝。え、真珠は、真珠待って、真珠、ちょ、待って待って待って、これ選べないよね。今、現段階で多分アイテム選べない。ちょっと、一回上がっていい？元気に飛び込んではいいものの、岩場に上がれないのか。じゃあ、砂浜行くしかないのか。じゃあ、ここにとりあえず、ちょっとこっから上がって、一回こっから、よし、よし。で、先ほどのこれですよ。アッコヤガ、これか。見せびらかす。はい。これで、真珠。おし、真珠は？これはなんだ？ちょっとでかいね、これは。なんすか、これ。お！あ、ホタテか。おー、ラコスケだっけ？ラコスケ？ラコスケ、またホタテ。これあれなのかな？ホタテ貯めといてラコスケ来んのかな？それとも取れたてじゃないと来ないのかな？そこだ！いや、これはそろそろもうホタテじゃねえや。ホタテはもういいや。あ！来たんじゃない？来たんじゃない？来た来た来た！真珠を作る回だ。来たよ来たよ。これでまたね、これでまた入って、で、これ入ってないってことが、もしかして。もうこの時点で積んでる、もしかして。入ってる場合は、あれ？真珠入ってる、やったー、オッケー、ラッキーとかってなんのかな。いらんですね、これは。さあ、どう？これは。うわー、タコ！よっ！真珠来るか？真珠、うおっ！オイスター。おりゃ！来るでしょ？もうどうせ来る。どうせ、なーに、もう二度と来るんじゃない、君は。これってなんか真珠が入ってるあの貝を拾った時に、
あれ中入ってるとかってそういうことになるのか、それとも真珠が生々しく落ちてるのか、どっちなんだろうね。何これ、あーブロンドのカツラか。真珠なんかないじゃないのよ。どりゃ、どこだ、そこか、待ちなさい。よし、オッケー。うわー、この泡の量は激しいね。これイソギンチャクの予感しかしないな。ちょっとイソギンチャク以外だったらこの泡の量は、イソギンチャクの予感しかしない、このサイズ感。ちょっと待って、うまいこといけないんだけど、ちょっと待って、これ急ぎんちゃく感あるな。これ急ぎんちゃくじゃないか。あ、違う、ブロンドのカツラだったわ。はいはいはい、はい、来ました。もう決めるよ、もう決める。おっと、逃げ足が早い。これは、いや、これすごい逃げ足早くない？これだ、これこれはもう、これやばい、これやばいほど逃げ足早い。これだ、絶対これ、絶対これ、絶対こんな、だってさ、こんなことないから。なんだ君は。ダンジネスクラブ、ダンジネスクラブ、なんリアクションしづらい。この激しい泡でラストチャンス、サムシングエルスにさせていただきます。そして最後に決めるのがどう考えても私である。さあ、ブロンドのカツラです。